どうも、カチムシファミリーのデスタランでございます。ちょっとね、やむなんですけど、これめちゃくちゃでっかいんですよ。これ今、これもう10月の今日23日かなんですけども、ちょっとごめんね、ヘラクレスたちも。これ一応メダカも一応入れておいたんですが、でっかいんですよこれ。おそらくクロスジ銀山か銀山かと思うんですけど、家に帰ってきたら脱皮してたんですよ。でこれ結構大きいんですよ。これ多分オスだろうな、産卵感ないから。この今親指のこの爪付近にね、メスだろ、この産卵感あるんですよ。ここら辺にこれないんでオスだと思うんですけど、でクロスジ銀山かちょっと銀山かちょっとわかんないですけど、大きいですね。おー、すげえ。これ孵化したらすごいなね、ヘラクレスいや、このガッチャすごいな。あ、ちょうど同じくらいか、君。ヤモが大きくなりましたっつうので、撮影しました、緊急でありがとうございます。